かかれ。火器を水の底に沈めるのだ。はっ。曹操殿のもとには才覚あふれる幕僚が揃っておるようですね。しかしなぜ呂布は弾薬を使わぬ。ほどの難局に陥りながら、なぜ弾薬を使わぬ。俺はこの時を待っていた。弾薬の加工、何としてでも
ここで立つ。戦乱の元凶を知った俺は右吉討伐を決意した。相手は弾薬をばらまき妖魔を操る狂乱の同志。生きては帰れぬ。俺を育んでくれた里の者、そしてたった一人の肉親は巻き込めない。里を飛び出した俺は忠誠を装って董卓の元へ潜り込み、
ウキスの動向を探った。仮面の奥に真意を隠して、弾薬をビューへ運ばせ、諸侯に広まるのは防いだものの、ウキスの行方は一向につかめず、焦った俺は賭けに出た。弾薬を奪い、使わずにいれば、ウキスは姿を現すはず。策は当たった。だが、俺の力は奴に一歩及ばなかった。俺を倒した強者よ、ウキスを撃て。妖気の根を断つはお前に託す。呂布殿は貴殿を巻き込まぬよう苦心されていた。全てを背負い一人で戦っていた。可否関東をはじめ多くの拠点が炎章の手に落ちたようだ。アニジャとエキトクも行方がわからぬ。関羽殿、貴殿さえよければ一時曹操殿の世話になるのはいかがか。劉備殿を探すにもまずは目の前の敵を撃たねばならん。炎章様の星が落ちると、天の星が新たに3つ、何かの兆しでしょうか。